はい、では、本日は、アネモネラインのカウンセラーの一人であります。宮古明先生にインタビューさせていただきます。宮家先生、よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。宮子です。宮子先生も、また、あの、でも、面白いコンテンツをお持ちの先生なんですけれども。<laughs> 面白いです、ね、<laughs> <laughs> そのあたり、本日、いろいろ掘り下げていきたいと思います。はい、ぜひ、お願いいたします、はい。先生のカウンセラーページに掲載がある通りですね。 美代子先生はもう割とビジネスの、うん、特化したコンサルタントの方なんですよね。うんうん、はい、はい、まずは美代子先生があのビジネスカウンセラーとしてどのようなことをされているのか、うん、プロフィールを教えていただけますか？うん、はい、僕は2020。2年に起業してですね。あの飲食店で起業したんですけども、飲食店起業したものの、その？ じゃあ本当にこれでいいのかなって自分の中でこう悩むことがあってですね本当にやりたいことっていうことは何なのかなってこの宿命天命っていうのは何なのかなってその時はそんなことは考えてはなかったんですけども、うん、僕がこの現世に降りた時のその役割というものはどんなものなのだろうということをですね、えー、なんか常に僕は考えていたような気がするんですね。うんで 飲食店はちょっと人に譲ってですね、そこからまあ好きなことで起業しませんかというコンサルタントを始めたんです。うんうん、でその時に 見えない力というものというのは全く使ってなくて、まあ、いわゆる現実的な部分という,、まあ、こ,うこんなことしたらいいんじゃないですかあんなことしたらいいんじゃないですかということをです、ね、お伝えをしてたんですけどもご縁あってあのメンタルエススクールのです、ね、代表であるあの斉藤社長先生にお会いすることがありましてあの僕一つだけ疑問があったんですよ。あのクライアントさんに対して「えー、あこのクライアントさん多分うまくいくな」とかですね うん、あこの方法はうまくいくなとかあと僕はこうなんとなくこう話してる中でなんとなくこう感じることがでこれやってみたらあれやってみたらってご,ご提案をさせていただくとうまくいくいんですよ<ー>なぜか僕自身もそうでなんとなくこう思ったことはちょっとやってみようということを、まあ、昔からそれはやってたんですけどもですねこれは何なのかなって思っててずっと。 もうなんか100当社長、うん、先生に斉藤社長先生に「このなんとなく何なんですかね?」って言ったら「あそれねつながってるのよ」って言われて <laughs> あの「神様っていうかこのあなたを守ってくださってる方がちゃんとそれを教えてくださってるのよ」って言われて「あなるほど」と思ってそこで腑に落ちたわけです。それがですね多分2010年ぐらいの話になんだからまだ最近といえば最近ですよね。 で、えー、まあじゃあそうなんだということでもう腑に落ちたのだとするならばじゃあこの感覚はそのままで自分を通してお伝えさせてもらうこの、まあ、能力といったらちょっとおこがましいんですけどもまあそういったことがあるのであればじゃあこれを使わせていただこうということでビジネスでちょっとモヤモヤしてるらっしゃるとかなんかやってるんだけどうまくいかないとか倒産寸前になっちゃって。 でそういうところの方に対していやこういうことがあるよねああいうことがあるよねこう,こうかもしれないねっていうところの,その根幹をチューニングさせていただいてでそこに対して目に見えない力というものを加えさせていただいた中でその方を軸を立ててあげるとそうするとその方がまた不思議とうまくいくというななんかそ,そんな形でですねふだんカウンセラーというか、えー、セラピストというのかコンサルタントというのかという活動は をやっておりますなるほど。ありがとうございます、はいあの。コンサルタントを始めたきっかけっていうのは、はい、やっぱりその幼,幼い頃から自分の使命は何だろうって探してた中で、あった選択肢だったんですかあえー、っとですね、いや、もうこれ全くそんなことなくて、結構ね、飲食で始めたの、成り行きだったんですよ。起<ー> <laughs> 業,業,業が成り行きというか、いずれは起業したいなと思ってて。 で別にちっちゃい頃からそんなこと考えてなくて僕は30過ぎるまで全然なんか自分の人生についてはそんなに真剣に考えることもなくて<あ><で>そうなんですかそう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 で起業して、まあ、そうやって飲食店をやるようになってそこから何か自分がこう本来の道というんですかねそれを歩き始めたのかなという気はしてますねやっていくうちにあここだっていうふうにハマってった感じなんですかね そそうなんですそうななんんでですす最初はもう全然ダメダメだったんですけどもこ,この話をするとものすごく長くなるので割愛しますけど <laughs> <あ>の <laughs> 僕の本を読んでいただければ1冊目を読んでいただければわかるんですけども <laughs> あ<の>あ<ー>まあまあそれは置いといて一応です4年で数店舗というかまあ2店舗になって。 したんで、すねで成り行きで始めたから予算17万というところでの定位、まあ、予算で始めたわけですよ。今、僕が相談されたらなめんじゃねえよって絶対言うと思うんですけど、勢いだけで成り行き、本当成り行きでそこを始めて、で最初は当然売れるはずがないと。<laughs> でも、まああの、運命的にある一冊の方に出会ってですね、これは面白いということで、それを真似するようになったら、どん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 うまくいって、大分では有名な店になった。うん ですよ大概そこから多店舗展開とか、なんかそういうことを考えると思うんですけど、そういう頭もあるんですけど、でも本当にそれでいいのかって悩むわけですよね、自分の中で。確かに、喜んでいただくことっていうのは嬉しいんですけども、でも僕はこれをずっとやっていくことではないのではなかろうかということで、もやもやするんですよ、とても。うんうん でまあ、そういう時に、まあ、ちょうど店を3号店をやりたいみたいな人が現れて譲りましょうかみたいな話になってそれと並行してテイクアウトのお店だったんでお客様の距離がものすごく近かったんですよね。でよく相談とか受けてたんですよ。であの、うん、僕あのお客様にボスと呼ばせてたんで <laughs> <laughs> あのボ,ボスみたいなあのことで相談にすごく来て。 くださって,てでボスの言うことを聞いてこういうことしたら本当にうまくいったよとかいう話になってありがとねって言われるこの言葉がものすごく僕にとっての回ででしてねあの快楽の回で、はい、あこれだよなっていうのが自分の中で響いてくるわけですよだんだんと積もり積もって。どうううもじじゃゃあそそれならじゃあまあ教えるとか伝えるるととかか伝ういう仕事をもう 特化してしまって、うん、じゃあそこに行こうじゃねえかって思ってた矢先に、うん、そうやってまあお店の浄土の話とかも出てですねじゃあ,まあ大分にいながら経営コンサルタントみたいなのでは多分飯食えないと思ったんでじゃあ,まあ全国にまあ広げるかっていうことですごく安いコンサルフィーを最初まあ提示した中で全国にお客様を集めてで当時は Zoom ってなかったですからスカイプでですね 全部お客様と対応しててですね、まあ、好きなことで起業しましょうというコンセプトを持ちながらやったんですねだからなんかそのあたりから僕が何のためにやるのというそのせっかく自分生きてんだからじゃあ自分の好きなことっていうか本当にやりたいことやってもいいんじゃないのっていうのをなんか芽生えたのがそのあたりからですよね。ややりたくないことを苦し,くな苦しいま,までやる っていうことも、まあ、もちろんそれは生きるために必要なのかもしれませんけどもそれよりももっとわがままに生きていいんじゃねえのかなっていうのが、まあ、結構僕の今の信念ででもあるわけですよせっかく一度きりの人生なんだからじゃあ自分のちょっと好きなことで本当に,本当にやりたいことで、まあ、そこがその人のもっと生まれたしゅ、えー、使命と宿命であるとするならば、うん、そこをじゃあちゃんとやっていきましょうよねという提案も まあさせていただいているっていうのも結構大きいかもしれないですね。ああなるほど。小さい時からやっぱりその今おっしゃってたなんとなくっていう感覚とか、はい、スピリチュアル的な何か感覚をお持ちで自覚されてたんですか？いやいやいやこれがですねよくよくそれは言われるんですけど、うん、うん、ね結構ありますよねこう。 そういったスピリチュアル的な能力を持ってらっしゃる方はなんかちっちゃい頃からよく何かいろいろなものが見えたとかさ言いますけど僕の場合は全くなくてただただただですねあのは、えー、10歳ぐらいの時にあのたに憑依されたことはあるんですなかなかないですねそれは <laughs>。 エクソシストの映画を見ててですね。<laughs> い,い,い,すいいんですかね。こういう話で <laughs>、エクソシストの <laughs> あのー、映画をその時見てて、ね、なんかね、うわ、怖いっていうか、なんかぞっとした時になんかね、入られた感じがあるんですよ。ああ<ー>、うん、なんか自分が自分じゃないみたいな、その感覚な。なんかこう、ふわふわするというか、なんかこれおかしいなと思って。 で何 <laughs> だろうと思って寝るけど寝れないんですその日から、えー、で泣くんですよパーンって、ね、泣け寝れないっつって親に叱られるじゃないですかそん,んなことやらないで寝なさいってか言ってだってって言いながら泣き疲れて寝るんですねでもう夜寝るのが怖くなるんでだんだんと食欲とかもなくなってくるわけですよまあいろいろ親もないろいろ探してきてなんかこの子はほんとおかしくなってなのかもしれないと思ったんだと思うんですけど なんとかしないとって言ってまあねあねの小児ばりとかなんかいろいろ治療とかなんかそんなの行くんだけど全然ダメで行き当たったところは、まあ、今でいう拝み屋さんですよね。でその方のところに行ったら「この子にはねタヌキの例がついとるよ」っつって言われて僕 <laughs> <laughs> すっごい覚えてるんですけどその時の。で あのあなたとこの家は裏庭に山がないかいって言うんですよね。いやあるんですよ。うちみかん畑で、兼業農家でみかん畑で,で、ちょうど農道を作ってたんです、あのみかんを運搬するためのうん、うん、農路が。それを作る時に、たぬきの巣を壊したらしく、うん、その例が <laughs> 僕についたという、まずその先生曰わくそういう話で <laughs>。<laughs> いやもうそか孫とかわかんないんですけどで先生に払ってもらったらもうその日からぴたりですよ。へえ<ー>。例イな体験といえばそうなんですけどもそういうことはあったとあ,あとその子供の頃ってね中学ぐらいまでもう学校が大嫌いでとにかく人に合わせるのはやっぱ疲れるとか団体行動ができないとかですね <laughs> うん、うん、人と同じことをするのが嫌とかですね 今になってそれは思うんですけど当時はそれが分からないからとにかくなんか嫌なんですよ学校行くのが何があるってわけじゃないんですけど嫌でもそれは今になってすごく生きてることであってあのあそういうこともあるよねっていうことはちゃんと自分が経験してるから分かることであって経験してよかったなって思うんですけどそういうスピリチュアル的な力があったかというとあのほ,ほ,ほぼなかったんじゃないですかねじゃどこでじゃあそれができたのかっていうとちゃんと自分の中で こうやって生きていくっていうことを決めた時に、なんかそこがこう目覚めたのかなっていうのは、自分なりには思っておりますへ。決めた瞬間に目覚めるんですね。うん、だから、その瞬間に、今までジグソーパズルで言うならば、ピースがこうはまっていったところの一個が、またパチンとはめて,てくれたというんですかね。それがあったんで、なんか、そこでえまあ見えない力というものを、僕も。 全面に言うようになってっていうのはあるのかなっていう気はしてますけどね。なるほど。あの今宮子先生はチャネラーとして未来を変えるっていう力をもとにアドバイスをされてる。はい、うんうんうんはい。それは具体的にやっぱりそういったあのチャネリングを使ってらっしゃるんですか。これはじゃあその方を見て僕がじゃあこうしましょうねって決めるのではなくて。 その方が持っっててるるものの当然あるはずなんですよその方がこうしたいああしたいっていうその自分のご自分のあり方というか理念というか志というのかこれは多分あのそれぞれの方が持ってらっしゃると思うんですね。僕はそこをうまくなんかひ、まあ、引き出すというかそこがこうベールに隠れてるのであればじゃあそこであこれこうなんじゃないみたいなひょっとしてこうじゃないとかこういうこと思ってなかったとか。 そういうことでその方が本来やるべきことを目覚めさせるというんですかね目覚めていただくというんですかね、うん、そこになんか導くっていうものが僕はあの、まあ、得意というあれではないんですけどコンサルタントという部分でやってる、うん、こ,うこの方向だったらやっぱりちょっとあなたやりたくないんじゃないみたいなことをするといやそうなんですよきついんですよそうだよねそりゃそうだわなっていう話じゃなくてこういうやり方はどうというところでその方にあった、うん あの進みたいっていうところに向けてでこうしたらいいよというところが何かを降りてくる気がするんです。<ー>そこが未来予想というんですかねでこうやったら多分うまくいくよって言ったらう,うまくいくんですよ。あ <laughs> なるほど だから初めから分かるということではなくて、ね、その方といろいろ対話をしていきながらその方の持ったものをうまく生かしてそこからさらに未来っていうものを見てそこに行こうという2人でそういうふうに行,くわけですよ、ね、行こうとするわけです。そうだ僕が未来を読むというのは多分そういうことじゃないかなというふうに思います。あなるるほど宇宙の流れに乗る 一つのキーワーワドだと思うんですけどもこれは具体的にどういったことなんですか、はいえー、っと、まあ、宇宙に流れがあるのかって言われるとどうなんだろうって僕も分かりませんし、まあ、無重力の中で流れがあるのかいみたいなね。<laughs> <laughs> 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 でね、宇宙ってポンと石投げたらずーっとそのまま進むという話ですから流れがあるっちゃあるのかわからないんですけどただ、えーっとまあ、宇宙っていうのはまあ大いなる宇宙ですよね。これはもう,あのもう誰もがわかる宇宙なんですけども自分の中にもやっぱり宇宙ってあるわけですよ。で、うん、自分っていうかこの人一人っていうのは結局宇宙とつながっているわけですので。 うん、自分の中にも当然宇宙というものは存在し得ると、うん、でその宇宙って何なのかなとなった時に、まあ、これ何度も言いますけどその方のやっぱり宿命天命というものがあるとするならば、うん、じゃあそこに向かって自分の「まあ、あの鬼滅の刃」じゃないですけど「命を燃やせ」じゃないんですけども <laughs> あのそこに向かって自分の命を燃やしていくじゃあそこに真剣に向かっていくというところが僕はこれが流れ じじゃゃなななないいかかと思思ううそれれがイコール宇宙の流れじゃないの流んです、ね<ー>うん、だから流れに乗るっていう宇宙の流れに乗るっていうのはいわゆる自分の宿命と天命の道に流れに乗るっていうの,のと僕はイコールじゃないかなと思うんです。こう進みがが悪いいいとか流れている感がないっていうのは多分そこに向かってんだけどちょっとやり方が違うとか全然違うところを目指してらっしゃるのかとか。 うんま、そこれはもう,もうあるんですけど、うん、でもそういうことが宇宙の流れに乗るということでそこをまあ正していくというところをですね、まあ、正していくというのはちょっと言い方がすごい上からなんですけどもどうチューニングするというのがいいのかなチューニングをしてあげて、えー、そこに向かってほしいと向かっていくとやっぱりそこは絶対楽しいはずなんですよ苦しい楽しい感じですよね。ははははいはい、はい、はい 自分の本当に行きたいところに行くためにこうワクワクしながら行くんだけどでも当然苦しいことも当然やってくるわけであってでもそこさえも自分の中で楽しく解釈をして乗り越えていくというこの感覚が僕は経験していただきたいなっていうふうに思っております。ななるるほどその方に聞いたりととか、うん、なんかかん持っってらっしゃる雰囲気とか やっぱ聞くとわかるんですよねあ、まあ、だからそこでその見えない力っていうのをつく使ってるのかわからないんですけどもぼぼ僕別にコーチングとか習ったこともないくてその専門的にそういうことをしたおけではないんですけど話してたらあこの人大体こんな方なんだよなっていうのがわかってくるでそうするとそこをポイントとして作るんですよねあでもこんなこと今おっしゃったじゃないですか。 ということはこういうことじゃないんですかって言ったらハッとが顔をされるわけですよ。ご本人も気づいてなかった潜在的な部分でしか持ってなかった部分を上に上げるというんですかね。だからなんでわかるんですかとかよく聞かれるんですけど、うんうん、なんでかわかんないけど話してたらわかるんですよねっていうことしか答えがで <laughs> 僕自身もわからないんですけどね <laughs>、えー。ヒーラーという肩書きもお持ちのようですが。<laughs> はい そこはどのようなことをされてるんですか、はい、例えばちょっとなんか体がだるいとか怪我したとか熱があるとか体調悪いとかいった時に遠隔でヒーリングは飛ばすことはありますよねそうすると楽になったっていうのはあったりとか表だってこれは別にメニューに載せてるということでも全然ないんですけどもとあとですねその今メンタルエステスクール内でその宇宙プロジェクトっていうものをやっておりましてこれはもうイメージの世界なんですけど宇宙の上にこう ネットを作ってですねで、そこにエネルギーを貯めてで今ちょっと地球が今こういう状態じゃないですか不穏な動きというかいろいろあってきていると思うので、まあ、こういうコロナ禍にしてもそうですし地震も最近すごく多いですし地球全体にこう光を下ろそうみたいなことをですね、そこにたエネルギーを貯めてあの毎日ヒーリングエネルギーをこう地球全体にこうかけているという。 こここれは各々がこうやっていいるんですけども、でまあ、こういうこと、活動がね、またずっと広がっていくといいなということは思ってやっておりましてヒーラーという活動という部分ではお金いただくとかそういうメニューとかいうことはないんですけどもその水面下でいろんな活動をやらせてもらっているというところではありますよね。うん、うーんまさにあれですね見えない世界と現実世界で。 どちらでも宮子先生を習得してらっしゃいますね。すねうん、いえ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 、もう。<laughs> ハイブリッド経営コンサルタントという部分を名乗っておりますんでですね。<laughs> <laughs> まさにですね。<laughs> い,えいえいえいえ。はい、ありがとうございます。あの、アネモネラインのセッションに関して、宮子先生はどのような方に向けて、どういったセッションをされているのかというのを教えていただけますか、はい、あ、はい。 得意な部分というのはやっぱりビジネスとかご商売やられてるとか、まあ、お仕事関係でのまあ悩みみたいな方に対してあこれはこうした方がいいんじゃないですかとかこう,、うん、こうしたらいい,い,いかもですねというまあアドバイスみたいなことはさせていただいてるというのは多いんですけども僕最近すごく思ってていやみんながハッピーになるんだったら別に仕事うんビジネスやってなくったって。 さっきから言ってるあの宿命と天命の道に皆さんがそこに進んでいけるのであればそれはその方がすごくあのワクワクニコニコ楽しく、ね、そこに向かっていくという姿を見れるのであれば僕はそれでいいなと思い出したんですよ。何か違うとかなんとなく今の自分はこんなもんじゃないとかね <laughs> 自分が変化したい変わりたいみたいな方に対してじゃあ 何か求めてんだよね自分の魂が多分そこ何か求めてんだよねっていう方に対してじゃあそこに進んでいこうよというところにおいてのアドバイスっていうものもこれはもうでき,できるんですよ、まあ、そういうことをずっとやってきてますからですね、うん、だからそこに、うん、別に経済云々、うん、商売っていう云々に関わらずになんかまあ,あのそうやって変わりたいなって思う方とか何か前に進みたいなとか何かやりたいなっていう方に対してのその 背中押しというんですかねでそこからまた具体的なこうやったらああやったらというその施策まで出せるというところの、まあ、セッションの方が僕はやっぱりあの得意なのかなというふうに思っております、うん、まあビジネスの方が得意っちゃ得意なんですけどそれはもう自分がやってきてますから得意なんですけどでも全然そのやってらっしゃらない方に対しても全然もうそこはオープンで全然いけると思いますので。ありがとうございます では最後にですね、斉藤幸夫先生と今年の未来大予測音源というものを得られたとのことで、こ、はい、ちらについてちょっと教えていただけますか、はい。はい、ありがとうございます。もうこれで4年、3年目かな、3回目かなんですけども、まあ一応年の節目の前の日に前の月に、まあ斉藤幸夫先生と未来 予測大音源え未来大予測大え未来大予測音源です、ね、<laughs> をあの録音をさせてもらってでそれをあの僕のメールマガとかだったり佐社長先生のブログとかだったりで販売させてもらっているということをもう3年ぐらいやってきててどういった内容かというのは割とあのげ現実的というかですねい,いかに、まあ、自分の軸を作りながらどんな時代になったとしても そこで変化変容というものをして柔軟に変,変化変容していきながらあの前に進んでいきましょうというような、まあ、内容になっております。これはもう毎年そうなんですけどもそういったことをですね、まあ、お話をしている音源でございます。まあ、えー、30分程度の時間となっておりますが、まあ、内容的にはねギュギュギュッとこういろんな話をまた盛り込みながらですね入れておりますのでよかったらですね今年の目標を立てたりとか、えー、どうやって生きていこうとか。 どうやって、えー、進んでいこうとか思ってらっしゃる方のですね指針になるんじゃないのかなというふうに思いますのでぜひ、えー、お聞きいただけたらというふうに社長先生とみやこ先生の力を使って22年、はい、こういう年だからこういうマインドセットが大事だよっと、はいう、はいはいはい、アドバイスもされていらっしゃいますね、その中でも。うん もうそのその通りでございます。<laughs> はい。じゃあその動画詳細も含めて今回の動画のはい、はい、概要欄に貼っておきますので皆さんご覧ください,、はい。よろしくお願いいたします。はい、はい。じゃあ本日は宮川明先生にインタビューしていきました。宮川先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。